本当のことだから。いつかのいい日のための宇宙の秘密。山本勝子。産後感。112ページ。インカの人の才能。ペルーは本当に不思議なところでした。ペルーにはたくさんの木は渦を巻いているというのです。気を感じるという言葉があります。目に見えないエネルギーか何かを感じることだと思うのですが、それを感じやすい人と感じにくい人がいるようです。そしてペルーはその気を感じるということができやすい場所だということでした。目に見えないものを信じるということは簡単なことじゃないはずです。自分で体験していないことは信じにくいし、目に見えないものは分かりにくいもの。でも、目に見えないものだって確かに実在するということはたくさんあると思います。話が飛んでしまうけれど、人間だって動物です。ドライブ先や旅行先で迷子になった犬が、何十キロ、あるいは何百キロも離れた家へ戻ってきたという話を時々耳にすることがあります。ツバメだって、サケだって、渡り鳥だって、生まれたところへ戻ってくることができます。ツバメが移動した距離の大きさを思うと、家の隣と私の家の距離なんて、隣の家と私の家の距離なんて、本当に小さな誤差なのに、ツバメはしっかりとまた、同じ家に戻ってくると言います。それから地震が起きる前にネズミはそのエネルギーを感じてかその場所を逃げ出すというし、またコウモリは真っ暗の中決してぶつからずに洞窟の中を飛ぶことができます。そんな風に目に見えなくても本当のことはたくさんあるのに、相手が人間だと自分のできないことはつい超能力というような言葉を使ったり、何かの間違いじゃないかとすぐに私は思ってしまうのです。でもそれは違いますよね。ペルーのサクサイワマンという遺跡に行った時に、気を感じることの上手な仲間がくるくるっと回り出しました。どうして彼女は回っているのと他の仲間に尋ねると、昔なら神がかりと言ったのかもしれないけど、気をいっぱい感じたのじゃないかなと教えてくれました。本人も自分ではどうなったのかわからなくてちょっと怖かったのと話していました。もしかしたら彼女は大きな力とそこでしっかりとつながることができたのかもしれません。マチュピチュの中に日時計と呼ばれる不思議な石があります。現地のガイドさんが、大抵の人が気を感じることのできる石だと教えてくれました。そして、実際に仲間の多くが、石のある部分に手をぴったりとつけるのではなくて、少し隙間を空けて手をかざすようにすると、静電気のようにビリビリっと何か感じたというのです。私もその場所では、ちょっとビリビリ感じたような気がしました。気を感じるのが上手な仲間が、向こうの山から大きなエネルギーがこの石に入って、そしてまたたくさん集まって出ていってる。この石は気を集めて出す収集装置のようなものだというのが見えてくる、と教えてくれました。その時に、また突拍子もないようなことを思ったのです。気を集めて出すっていうけれど、それは情報の伝達をしているというふうには考えられないのだろうか、ということなのです。ペルーに来て、インカは情報の伝達をとても大切にしているところだと感じました。文字自体は残っていないそうなので、文字は存在しなかっただろうということなのですが、インカの昔からあったクスコの町の石畳の道路はとっても立派でした。マチュピチュの作りもまるで番地がつけられているように家々が区切られていて、その上広いマチュピチュが段々になっているから。目やそれから耳などで情報の伝達が上手にできたのじゃないかなと思ったのです。そしてインカの人たちはもしかしたら、もっともっと大きな情報の伝達の方法を知っていたのじゃないかと、私は不思議なことを思いました。この地球上、いえ、宇宙上にあるものは
どんなものもすべてがデジタル情報で表すことができるということは前にも書きました。人間や動物だって遺伝子で表すことでデジタル情報化できると思います。昔は携帯電話やパソコンで、まさか音楽や写真や時には映像までそのままの形で送ることができるなど考えられないことでした。でも今は多くの人が簡単に写真を撮って、それを情報として送ったり、パソコンでコピーして貼り付けたり、切り取って貼り付けたりしています。それが可能なのは、ディスプレイやスピーカーなど再生装置があるからです。今の時点では、立体のものをコピーして貼り付けて転送することは、デジタルの情報を再生する装置がないということで難しいけれど、でも、同じ仕組みならもう少し科学が進めば立体や人間自体も転送できるようになるかもしれません。ロボット犬のアイボや CD を発明したソニーの土井さん、ペンネームはかこちゃん、これなんて読むよ、天下志郎さんに伺うと、ありがとうございます。天下志郎さんに伺うと、理論上は可能なことだよと教えてくれました。デジタルで表すということは、もちろん姿や形だけを表すということではないですよね。人間や動物であれば、性質や体の状態や病気のかかりやすさや、その人すべてがデジタル情報で表されていると思います。ペルーで日時計になっている石から山を見たとき、私はパソコンで音楽や映像や文章を切って取って貼り付けるように、古代のインカの人たちが日時計になっている石を使って、向こうの山から大きな石をデジタル情報に変換して切り取って石垣に貼り付けるなどしたのに違いないと、なんだかそんな突拍子もないことをその時確信したのです。今から思うと、どうしてそんなにはっきりとそう思ったのかは不思議ですが、その場所に立った時にはっきりとそう感じました。学校の子どもたちと同じように、宇宙とつながりやすいペルーの人たちは、きっとデジタルで切り取って貼り付けることができたのじゃないかと思ったのです。人工衛星からしか見ることができないほど大きな大きな直線もとっても不思議です。けれど、デジタル情報として考えるなら、小さい直線も大きい直線もおそらくは同じように描けたのではないでしょうか。長い時間の流れの中でいろいろなことが起こったと思います。今日というものは昨日やおとといの積み重ねに違いないんでしょうけれど、時間の流れというものも私たちが感じていることと少し違うのではないかと、この頃考えるようになりました。大ちゃんはこんな詩を作っています。行ってしまうもの、去っていくもの、そして来るもの、出会うもの、どっちが先ということがなく、どっちが後ということもない。それは感じる人が決めること。まるで難しい謎解きのようです。大ちゃんは大きな力とつながって、時間というものを一体どんなふうに感じているのでしょうか。すべてのものが入れ子構造になっているのであれば、時間だって例外ではないのかもしれません。映像や音楽をデジタル化して CD や DVD にしたものを想像してください。音楽 CD を機械に入れて流せば、1曲目、2曲目、3曲目と順に音楽が流れています。流れていきます。けれど、3曲目の次に1曲目を聴こうと思えば、機械の操作ですることができるし、また2曲目だけを繰り返し聴こうと思えばそれもできます。もしかしたら、時間だってそんなことが可能なのかもしれません。今の方が大昔より科学が進んでいると決めつけるのは、早いのかもしれません。正しいことは一つ。宇宙の不思議のようなことが、いつかの未来の世界で可能なら、どの世界でも可能だった
って思ってもいいはずではないでしょうか。パズルのように組み合わさった大きな岩の中には、何百トンもの大きな岩が存在し、その中には巨大レッカー車を何台も何台も使って決して動かすことができないと言われている大きな岩だってあるのだそうです。その話を聞いて私は一層嬉しくなりました。人の力では決して動かせないだろう大きな石。でももしデジタルの情報として切り取ってその空間に貼り付けることができたなら、どんなにどんなに大きくても大きさはきっと関係ないでしょう。私が思っていることが本当かどうかはわからないけれど、でもいつか技術が進んだ時にインカの不思議がまた子どもたちの素直さを証明してくれる、素直さを証明してくれるような気がしたのです。本当にペルーはそんな不思議なことをたくさん感じさせてくれる場所でした。宇宙とつながるということ。これまで宇宙とつながるとか、心の声に耳を澄ますということを何度も繰り返し書いてきました。でも一体どういう仕組みで私たちは宇宙とつながり、宇宙からの声を聞くことができるのでしょう。いつもと変わらないことがあると、いつもわからないことがあると、ぼーっとしながらそのことを考えています。まず最初に考えたことは人間の体のことでした。人間の体の仕組みについていつもいつもただ繰り返し思うことは、ただただ不思議だということばかりです。運動すると体温が上がります。でもそんな時汗をかいて気化熱を奪われて体温が調節されます。寒くて体温が下がりそうになるとくしゃみが出たり、体がブルブルと震えることで体温が上がって、こちらもちょうどいい体温に体がしようとするのです。病気や怪我で体に菌が入ると、自分の体の中の物質でそれを攻撃して菌から体を守ろうとします。物を食べれば胃液がそれを消化して、体を作る物質に変えていきます。そのどれもが自分の体の中で起こっていながら、自分では少しも気がつきません。私自身の気持ちでなく、胃が働き、皮膚が働き、腎臓が働く。では、一体誰がそれを命令しているのでしょう。一体それは誰の気持ちなのでしょう。テレビで、フグとカニが満月に一斉に産卵する様子が映し出されていました。クサフグは満月の夜になると、水面が真っ黒になるほど波打ち際に集まってきて、一斉に産卵を始めるのだそうです。なぜ一斉に満月の夜なのでしょう。フグもカニも自分の気持ちでちょうどその時に産みたくなって、卵や子供を産むのだろうけれど、それが自分の力の及ばないところで大きな気持ちに抱かれるようにして産卵を始めるのは、これもとても不思議なことです。たくさんの卵が一時に生まれることで、その卵を狙っている鳥や他の魚がいくらたくさんのフグの卵を食べたとしても、次の世代へ子孫を十分に残せるだけの卵が残る。偶然だと思う方が難しいような気がします。私はクサフグの産卵のことと、私の体の中のいろいろな機能が自分の思いとは別にとても上手に働いて、私を助けて生かしてくれていることが、なんだか似ているなと思うのです。そしてやはり思うことは、情報ということの不思議です。今、携帯電話やパソコンでいろいろなものが情報として伝えられています。前にも書きましたが、文字だけでなく、音楽や声や映像も伝えられます。伝えられた映像は、音であるならスピーカーが、映像であるならばテレビなどのディスプレイが、その情報を形にして私たちに見せてくれます。
ところで人間の体の中もまた情報の伝達というものが自分の知る知らないにかかわらず行われているのだそうです。汗も、それから胃液の消化酵素も、体の情報から脳に必要な情報の伝達が行き、そしてまた脳からも信号が伝えられて、それによって物質が放出されて、情報の伝達が行われているということが分かっているのだそうです。また、突拍子もないことを言うようですが、体の中で知る知らないにかかわらず情報が伝達されて、物事が行われているなら、一匹のフグが自分で卵を産みたいなと思って、卵を波打ち際に産むのだけど、でもそれは宇宙の大きな力か、宇宙の大きな力から、クサフグたちにもやはり情報が伝達されて、不思議と満月に卵を揃って産むのだろうか、と、そんなことを考えてしまうのです。ちょっと途中ですけど、ここまでにします。